はいどうも、カボジーです。今回紹介するデッキはこちら、クエストとメモリーの記憶の抵抗のデッキでございます。こんな感じですね。デッキの内容はこんな感じ。診断のねカードがちらほらいるので紹介したいと思います。まずはレジェンドからいきましょう。相馬の殺人鬼モシレ地区っていう名前ですね。はい、言いにくいね。効果の方は空戦でメモリー4で相馬の殺人鬼ホタネ地区を一体場に出す。メモリー7で全ての味方ユニットにプラス1プラス2付与ですね。はい、こんな感じでございます。うん、両方言いにくいね。でこちら相馬の殺人鬼ホタネ地区の効果の方は空戦で場にいる間全ての敵ユニットに鈍足を付与。高王で全ての味方マシンユニットの攻撃力プラス1付与といった効果ですね。うん、高王がねマシンユニット限定で良かったですね。これが普通に味方ユニットだったら結構ぶっ壊れてた。ということでこのねフクロウたち、名前がね言いにくいんでフータとフーコ、そういう風に名前呼んでいきたいと思います。似てるしね。うん、でもう一つのレジェンドカードはこちら、よいしょ。歪められる時間、カードの効果は相手手札か EX ポケットにある MP9 以下のランダムなユニットの MP をプラス1、メモリー7で代わりに相手の手札と EX ポケットにある MP9 以下の全てのユニットの MP をプラス1。こちら混色系の潰せますね。 MP6 になったら混色使えないからねっていう感じですけど、ただこちら注意点がございまして、プラス1にすることで場に出た時もプラス1なんで、そうね、イレギュラーとかね同活で戻せなくなったり壊せなくなったりするユニットがたまに出てきます。気をつけてください。ということで、あとはメモリーのカードかなを紹介したいと思います。こちら、よいしょと。ネルスキュラ、カードの効果は臨戦波及、メモリー4で連撃を得る、メモリー7でプラス11で MP プラス2回復するといった効果ですね。こちら普通に純粋に強いですね。メモリー7で実質ここすれ出せる強強な雲でございます。次のカードはこちら、ファースト。カードの効果は効果ダメージで破壊時 MP プラス1回復、メモリー4で全ての敵ユニットに2点ダメージ、与えたダメージ分味方ヒーローのライフを回復といった効果ですね。こちら、何の作品のキャラっていうくらいわかんないんですけど、普通にまあ強いですね。全体に2点ダメージ与えて、しかもそれで破壊したら MP プラス1回復といった効果ですね。いやー強いね。ちょっといろいろと混色に入れてみたい感じですけどね。6コスだからなって感じです。はい、新カードの説明はこれにて終わりですね。こちらのデッキの使い方は、最初の方はクエストでねアクション使っていって攻めていき、後半はメモリーが溜まっているのでメモリーのユニット軸で攻めていくといった感じのデッキですね。はい、戦い方になると思います。ということで、ぜひ試合の方を見ていってください。それではどうぞ。はい、対戦相手の方はアイルの方ですね。よろしくお願いいたします。ちょっとモザイクが強い。はい、手札の方は予知とディースがいるんで、そこら辺で攻撃力2以下を戻していきたい。何が出てくるかによるんですけどね。さあどう出てくるかな。でお相手さんは守りの大盾を、待った、石5。あーどうでしょう、攻撃力上げきれるかな。あーしょうがない。いやそれはもうしょうがない。攻撃力44になります。はい、44ですね。ステータス44。どうしよっかな。これ攻撃力5になったら体力上がりますよね。はい、上がります。これで、はい、アプリで、歪めていきましょう。さあ、どうしようかなと思ったんですけど、今のところね、今のところ、新しい、まだ紹介してないカード、サンコスのカード、こちらね。長老の導きだったかな、こちらがメモリー4で自分のユニットを1体ね戻すことで、相手のねユニットをランダムで1体戻すといった効果になるので、
さっさっとね、メモリー4にしたい。なので、そうね、こちら、何言ってくるかな。ミカテクトは嫌なんで、はい、打ち消していきますと。これで、とりあえずゴーストの、このね、うん、ゴーストちゃん。はい。今、名前が一瞬ド忘れしちゃった。ゴーストちゃんを戻して、そのまま、向かい側のライラちゃんを、うん、戻していこうかな。はい、お帰り。森へお帰り、森へ。はい、シュンと。はい、返したんで、もう一回ライラちゃん来るかな？うん。もう一回来たら、そうですね、またディースで戻していきたいんですけど、今ね、ちょっと手札、EX ポケットに入るのがいないんで、ゴーストを出していきます。で、お相手さんは、なるほどがね、来ましたね。はい、なるほどさんが来て、無敵状態を付与させられましたけど、さあ、どうしようかな。とりあえず、フェアリー出してと。で、はい、ここで、はい、抵抗を打っていって、こっちかな。はい。フェアリーの方に打っていきますと。はい、何もしてこないね。で、もう一回予知打って、お相手さんは華麗なる逆転。どうしようかな。これ打たなくてよかった気がする。まあ、しょうがない。打っちゃったもんはしょうがない。ただ、フェアリーの上と上からいけそうな気がする。うん。で、ここで、はい。ちょっとつ盲信されて死にそうなので、運命の決断で回復します。まさかの、はい。振り分けが神。ということで、お相手さんはサレンダー。対戦ありがとうございました。はい。ということで、今回はね、クエスト軸が結構活躍したんですけど、未だに強いね、クエスト軸。まあ、今度はメモリー軸も活躍するところを見せたいと思います。それでは次の試合、どうぞ。